ワン東京コーチの吉澤です。今日はランニングフォーム矯正や美脚に効果的な、メソッドをご紹介します。今日は歩き方、ポイントはですね、腰を前に出すということがポイントになります。足ではなくて腰回りを動かしていくことで、お腹周り、お尻、足もスッキリしてきますので、ぜひ練習してみてください。普通に歩くときは足だけですが、今日は大げさに腰を前に出して歩いていきます。このまま足を前に振り出すイメージです。ぜひ日常の歩き方からフォームを変えてランニングや美脚につなげてみてください。頑張ってください。